貧乏ででででああるるととかか子だくさんであるとかの問問題題はなな親ががバカだったが問題なんですよえ小学2年の一人息子についてです。小さい頃は手のとは変わらない子でした。小学校に上がるくらいから言い訳ぶっきらぼう何度注意しても同じことを繰り返す。えー、発行的な態度が多く、その態度で私自身毎日その態度にラッとされる毎日です。えー、そっと見守ってる時だけ叱るようにしたいですが、一人一個のせいかどうしてもについて結局起こってしまい自己嫌悪です。ゆっくり育てたいと思うんですが、うまく返って、これからどう接していくのがベストなのでしょうか。えっと、あの、子供のために怒ってると思い込んでるだけで、あなたが 自分の感情をコントロールできないというあなたの病気だと思うんですよね。自分としては怒らないようにしたいと思ってるけど怒っちゃってるっていうのは子供の問題ではなくそのあなたの感情コントロールの問題なんですよ。お子さんがどうこうというんじゃなくてその自分の感情をコントロールするのが得意ではないというのを自覚していただいて一回なんかそのカウンセリングとかアンガーマネージメントみたいに呼ばれてなんかそういう本とかもあるんですけどなんかそっち側で調べた方がいいんじゃないかなと思います。僕子供の頃に本当によく トラブルを起こしてたのであの僕みたいな、ね、子供だ、ったら怒るのはしょうがなないかなと思ううんですけどただうちの親は、多分小学生3、4年ぐらいに諦めたんですよね。要はあの、怒ったとしても、こいつは治らんみたいな。なので、あの、早めに諦めるっていうの手だと思います。ひろゆきさん、こんばんは。中学生になる子供への出現についてお聞きしたいです。私の夫は普段親や,やかですが、時折子供が気に食わないことをすると、殴っていいと言っておとします。先日、息子が夫の近くでわざと騙したら、パチンと顔を叩きました。 のですが夫は嫌なことをされたもので手を出してもいいと言っていますしつけと虐待の境目はどこでしょうか妻としてできることありますかお教授お願いいたしますえっともうすでに虐待です自分が不快になったら暴力を振るって良いというルールを肯定 してしまってる時点でしつけだという風にしたいんだと思いますけど残念ながらもうすでに D.V. でさ、はい、ちゃんとルールが決まってる場合であればいいんですよ例えばじゃあ車道に向かって赤信号を走っていった場合は殴りますよっていうルールを決めていて赤信号だにもからず走ってったらそれは殴っていいと思うんですよ命の危険があるからこういう場合は殴りますっていうのだったりんですけど俺がムカついた場合は殴っていいっていう個人の感情でその殴っていい殴ってはいけないっていうルールを決めてる場合 で、それはもうあの単なる D.V. なんですよね。例えばじゃあ日本の法律の場合って、人から物を取った場合刑務所に入れますよとか、人を刺した場合刑務所に入れますよとか、やってはいけないこれをやった場合はその暴力的な行為まあ刑務所に収監するだったりとか逮捕っていう形で無理やり連れ去るとかって言うんですけど、それはあくまで明文化された行為なんですよ。俺がムカついたらとか一人の感情によって刑罰を決めるっていうのはないんですよね。あの近代の国ではまあ、中国とかありますけどっていうのがあるので、あのすでにもう虐待の境目 超えてますなのであの、児童相相談談所とかに1回相談してもみてみてますあのそういったその虐待を虐待だと思ってない人に、いくら説明をしても理解してもらえないので、第三者を介入させた方がいいです。だからその自動相談所の人とかが、いや、それ虐待ですよって言うと、要はあの、今の状態って、奥さんが旦那さんを虐待ですよという説明をして、旦那さんが、あ、これって虐待なのかなって自分自身納得しなきゃいけない状態なんですよ。でも自動相談所の人が来た時に、これ虐待ですって言った場合って、旦那 女さんがいやいや虐待じゃないですよっていう証明をしなきゃいけないんですよなので家族の中で虐待だと思ってない人に虐待だって納得してもらうのは難しいんですけど児童相談所が来るとその虐待をしてる側が虐待ではないという証明をしなきゃいけなくなるのでかなり難易度高いですよなのでもうさっさと児童相談所を入れた方がいいんじゃないかなと思いますけども悪化すると思いますよ要するに家庭が大事まあ結局その環境って学校に行ってる間が4,5時間だとして残りの時間ほぼ家にいるのでその親だったり兄弟 だったりまあ、親戚だっっっっったりててていいううところのののの影響って、まあ、もすすごくでかいのででか、うん、やっぱねアアホホ子供はアホになってしまうんですよ頭の悪い親って自分の子供がずっと自分より下だと思ってるんですよ。で、その頭のいい親って自分を超えてほしいと思うんですよね。最初は子供だからバカなんだけど、いろいろ教えて、いつか自分を超えられるようにしてあげようっていう教育をする頭のいい人は。で、頭の悪い人は自分の息子とか自分の娘とかバカだ んだからそのバカなやつが自分の命令を従っていればそれで十分っていう自分の下に行かせるっていう教育をするみたいなのがあってまあそういうことなんだろうなっていう気がしましたはい、えー、夫婦仲は育児にどれくらい影響あると思いますか7割結局その夫婦仲が悪い状態っていうのは人間って揉めるよねとか人間って嘘つくよねっていうのはあの割と子供心でそれを意識してしまってでその親が揉めてる家庭の子 子供ってその間を取り持たなければいけないみたいなところで結構能力値だったり気を使ったり頭を使ったりするんですよね。でそれがまあ全然余裕のある子だったらいいんですけどそこがストレスになったりして結構そのことを覚えてる子供って多いんですよね。夫婦喧嘩の時になんかどっちかにこう抱きついて夫婦喧嘩を止めようとしてたことがあるんだよね僕若い頃みたいなっていう記憶が結構残ってしまったりするのででまあ夫婦だか悪い時にストレスをじゃあぶつける相手を子供にぶつけてしまう人。 っていうのもやっぱりのでなので結構まずいんじゃないかなとは思ってますけどねとはいえその片親の人とかもいるので片親だとじゃあ健全な子供が作れないのかみたいな反応が来るとは思うんですけどもまあ、事実としてはそんな感じじゃないかなと思います受験生の一人娘が都内や大阪に寝たがり寂しいので思いとどまらせたいです思いと留ませるのか行かせるか迷っています東方広島の地ですまあ、一生恨まれたくなかったら行かせた方がいいんじゃないですかあなたのそのなんか自分の欲のために娘がそのやりたい ことがやれなくなって、多分、そのあなたが死んだ時にこいつのせいで大阪とか東京に行ってやりたいことができなかったっていうのを多分思ってこうはかけったりすると思うんですよね。なので、自由にさせて好かれる方がいいんじゃないですか？どうせあの実家出ますよ。優秀な子は優秀だと自分が思っているうちに出てってくれた方が幸せですよ。要はそれで地元に居続けて、自分実はスキルがないんだって。思い込んで東京に行きたいのに行けなくなったっていうのを。を ずーっと思い込んででそのうちそろそろ結婚してほしいのにってなっても結婚相手いないみたいになってずーっと家に続けてで多分そのお父さん80ぐらいになって娘さん60ぐらいになってそれでもずーっと実家にいてもう結婚とか不可能だよねみたいになってるとそっちの方がきついと思うんですよねえー、うちは母子家庭かっこ娘一人で私はうつ病で働けなくなり障害年金で貯金でなんとか生活していましたが娘が塾や私立の医療系大学にいたいということで出世払 約束して貯金を叩き行かせました。卒業した時は貯金を底をついていましたが、月々7万円の返済が必要で、娘はやや返済しましたが、途中で全く上がらなくなりました。子供が学費を親に出世払いすることは残酷なのでしょうか？はい、あのまあ、結局そのあの娘が幸せになることを望むべきで、ちょっと今はもう就職したんだと思いますけど、好きな名前高すぎますよ。あの、今時普通にその22歳の人が就職したとして、手取り20万円もらえるかどうかなんですよね。でまあ、1人暮らしを。している んだと思いますけど、その家賃払って生活してっていう状態で7万円親に払えばかなりきついと思うので、その娘さんに幸せになってもらう。たいのであれば月1万円ぐらいでいいんじゃないですか？なので7万円取りすぎだと思います。まあ、もちろんその金足りないし大変だっていうのはわかるんですけど、少なくともその金貸した状態で今も暮らせてるわけじゃないですか？なので我慢すりゃいいんじゃないですか？親なんだしえ、ひろゆきさんは純粋に貧乏子沢んどう思いますか？別にいいんじゃないですか？えっ、ー、と私は最悪。な 私は貧乏子沢くさん5人兄弟長女の生まれです。親は大学になっていくなという考えでした。大学や夜にキャバクラでバイトをしてきました。下の兄弟は全員中卒です。あと石田さんちは育成成功ですね。やっぱ当時お父さんがたくさん稼いでいらっしゃること明記あるんですよね。ただ意見期待です。えっと、貧乏子沢くさんと親がバカは別なんですよ。親がまともで貧乏子沢くさんは全然問題ないです。なので、長谷川さんの問題は親がバカだったなんですよ。なので、それは貧乏であるとか子沢くさんであるとかでの問題 問題ではななく親ががバカだったが問題なんじゃあ、だから仮に、子供一人だったとしても、子供大学に行く必要ないよっていう頭の悪い親っていうのはいるんですよ。そういうとこに行くと、あの、大学に行けないので、子供大変だよねってなります。なので、子供たくさんとか、貧乏とかじゃないんですよ。問題は、親がバカなんですよ。よなので、別にあの、我がちゃんと賢ければ、じゃあ、ちゃんと勉強させて、別に国公立に行かせるとか、奨学金を取れるぐらい賢くして、大学の学費を払わなくていいような大学に行かせるとか、 はいろんなやりようあるんすよで別に貧乏子田区さんでもじゃあもう生活保護にしましょうって言えば別に働かなくても生活には困るレベルにはならないんですよなので親がまともであれば全然貧乏とか子田区さんは大丈夫ですとなので問題は親がバカって部分です、えー、ひろゆきさん子育てを全て一人でやることになるとしたらどんな教育を0歳大卒までしますか具体的に <laughs> <laughs> 任せるんじゃないですか、本人に。レールを決めて、この学校に入れようとかっていうのをやったとしても、本人がそれやりたくないってなった時に、やらないと思うんですよ。まあ、例えばじゃあ僕がその子供に、 サッカー選手にしたいと思い込んで、サッカー英才教育をやるとするじゃないですか。2歳の子供にはどうやってサッカーを教えたらいいのとかっていうのを本田圭介さんに聞くとかで、じゃあこうした方がいいんだとかになって、そのすげえサッカーのテクニックを教えるとしても、本人サッカーマジ興味ねえみたいな、その将棋の方が俺好きだしとかになると、マジ無駄な時間費やされたとかになるじゃないですか。だからその本人が好きなものっていうのを好きなようにやらせると思うんですよ。で、ただまあ、その何か知りたいもの、好きなものがあったと の調べ方と本当にそれ好の、まあ、例えばじゃあ、その、セパタクローが好きだと。で、セパタクローとかやったとしても儲からないし、持てないよと。でも、それでもやりたいんだったらいいけど、そ、じゃセパタクローの学校行きたいとかで、セパタクローの学校行ってもいいよと。ただ、あの、一年は絶対やめんなよと。で、その、一年間本当にやるっていう覚悟を決めていくんだったら、別にセパ,セパタクローの学校の学校、 も出してあげるとで、そのセパタクローで途中でやめたんだとしたら、その、あの、やめさせないと思うんですよね。一年間やるって決めた以上は、一年後にやめてもいいけど、一年間だけはやっとけと。で、それはもう自分が決めたことなんだから、自分で責任取ってやれっていうので、多分その、あの、排水の陣には落ち着けると思うんですけど、ただ、そもそも論自分が何をしたいのかっていうところをちゃんと自分で言葉に出させて、それをやらせるっていうのはやるんじゃないかなと。カバーでいでもいいですよ。<laughs> セパタクローでもカバディーなんでもいいんですけど。あと、まあ、その大学同行ううなしだったんですけど、大学は入りたいと本人が思えば多分入れると思うんですよ。<laughs> <laughs> あの、本当申し訳ないんですけど、その、知能って遺伝するんですよ。なので、あの、多分僕の子供が大学入りたいと思えば、多分入れるんですよ。なので、その、まあ、公立でも私立でも、その、なんか東京大学入りたいとかあったら無理かもしれないですけど、その、4大ぐらい入りたいと思えば、まあ、どちせ入れると思うので、別にあの、入れば、ね、学費ぐらいはあるよっていうのは言うと思うので、その、なんか、大学のキャリアどうするとか、別にあの、 生きたいきいけばっていう感じだと思います、はいえー、29歳男です。15歳ぐらい年上の妻が息子に対して自分の理想像を押し付けます。その理想から外れた行動をすると感謝を起こしてが付けられません。子供の人格を否定するような言葉を使い明らかにしつけの範疇を超えています。自分の不正を発散するためのようにしか見えません。落ち着いた頃にそれを知摘でも子供の将来のためと自分を正当化します。どうすれば妻の考えを変えられますか無理ですね。このタイプは。あの、残念ながらその、 15歳年上っていうのもあって、自分が正しいって信じきっちゃってるので、あの、で、あの、年下、その旦那さん年下なので、多分何を言ったとしても、あの、その言葉を信じる気にならないので、第三者を入れないと無理だと思います。なので、第三者を介入させてください。あの、児童相談所だったりとか、あの、えっ、ー、と、学校の先生だったり、あの、親御さんだったり、多分第三者を入れない限りはちょっと、 解決しない気がします。